さあ早くもあれマスミが苦戦している、苦戦している。あ、来た来た。どうだ、あと音を消さないと結構反響するんだよね、うん、その携帯から開いた音声が入ってめっちゃ怖いことになります。はいはい、来た？あ、あ、あ、来た来た。こんばんは、こんばんはって。こんばんは。聞こえてるよね？こんばんは。ダン。ダン。あ、もう40人見てます。早っ。わー、どうもー。こんばんはー。こんばんはー。ちょっとマスミブツブツしてるかな。そうしようかな。じゃあ私の方上げるからマスミ下げてみて。おい、これでいいんじゃないか。お祭りが始まる。あ、一番小さいの。お、あ、結構下げてる。いや、なんだろう、でもこんな下げてるのに私にはブツブツ聞こえてるけど、みんなは違うのかもね。ギュギュギュとか言ってる。懐かしすぎる懐かし、うわ、よく覚えてるね。あ、わざわざ見に行った勇者もいるんじゃないのえ、マスミン聞こえない？やっぱそうマスミンボイスすごい小さいって。私を上げ、私の方でも、もうこれ2人の声最大にして、やっぱそっか。どうかな、どうかな。あ、ちょっと上がったけど。竹谷先生。はいはい。先生の声は多分いい。ね。マスミンかすかに。やっぱちっちゃい。もっと上げちゃう？こっち最大だよ。あ、上がった。あ、どうですか？上がった。先生バッチリ。先生はとりあえずバッチリ。うん。さっきね、かなり下げでかいって言われたから下げて、うん。で今そのぐらいにまた戻したんだよね。でもじゃあマスミは今日じゃあ大きめで。喋る？ちょうどいい。違う。でもこの、あ、ちょっと、え、嘘。私にはマスミの声ちゃんと。大きめに聞こえてるんだけど、た、焚き火よりマスミンの声がちっちゃいってよ。やば。マジ？これはなんでだろう。ハードウェア的な問題かもかなって心配。ハードウェア。言って言うと、え、じゃあもう私結構マイク上げちゃおう。うん。なんか。半分よりかなり上げたんだけど、どうですか皆さん、どうですか、どうですか、どうですか、どうなんですか。でも2人からかなりでっかく聞こえちゃうかもだけど、私のいいよざっくり私の鈴木の声はどうですか。ちょっと今下げようか悩んでるんですけど、下げた方がいいかな。下げたらマスミの声も聞こえるよね。まあ、え、でも私まだ上げられる音量。どこまで行く？まだ行けるよ。あ、でもビリビリし始めたね、さすがに。あった、そうですね。音量上げるとね、なんかノイズが入っちゃうんだよな。そうなんだよね。ノイズが入ってもいいから上げるべき？じゃあ下げて声でかくするとか私が頑張るやつもしかしてちょっとじゃあちょっと一回だけめちゃめちゃ音量上げてみるわ、うん、え、マジ？もう大きいんだけど十分大きいんだけどどうですか？上げました。うるせー。音が割れてるのに小さい謎って言われてるよ。もうどう
やば、まあ、聞き取れるくらいではあるので平気だって、うん、変わらない、もう変わんない、変わらないって言われたらもう園長のメビンが死んじゃう。嘘はい、ちょっとじゃあマスメには頑張ってもらって、うん、声を張ればいいですか。バレて。なんでだろう、なんでだろうね。でもなんかこっちでも変えられないって言われるともうどうしようもないんだよな。え、エリピョンのマイクで拾ってるのではって、そんなわけないよ。だって真横でプレイする。そうだ、そう、あ、どうしたらいいんだ、電話越しの声みたいに聞こえる。だって、どうしたらいいんだ。すいませんね皆さん、ちょっとヘッドホン抜き差ししたら通信切れちゃうかな。いや大丈夫じゃない。ちょっとじゃあ抜いて差してみます。オッケー。エリピオン側の設定もちょっと今頑張っていじってます。今抜いて差しましたけどどうですか。今抜いて差しましたけどどうですか。ちょっと時差があるからチャットとは。あ、どうだろう、今抜いて差してみたんですけどどうですか。今でもさ、不思議だよね、先生の声はちゃんと綺麗に入ってるのに、うん、変わってないって。今このまま続けたらマスミーの声が割れてて聞きづらいってこと、うん、どんな感じ。そういうことなの。あれかな、 PS4 のあれかな、設定の方かな。 PS4 の設定、マスミーのあれのメディアを含めていいとか、だから本当にもしかしたらあの、うん、エリピョンの、うん、あのなんだっけ、マイクで拾ってるのかもしれないから。ああ、だから本当にどういうの設定るかどうか、やばい、今度先生の声も小さくなってるって言われる。嘘今日の配信はここまでかな。ちょっと待って、まだやってない。なんで変わる俺が。そうだよ。ってことはだって、でも私今ちょっとあれだな、2人の声大きくしたから、エリピアの声だけはまとも。嘘。でもなんか何も設定いじってない先生が変わるのはなかなか変な感じがしますか。そうだよね、うん、待って、私の声もじゃあちょっと今下げてみる。ちょっと下げてどうだろう、マスミいい感じ。いい感じなの、マジ。どうなってるんだこれは。どうなってるの。謎すぎる。あ、私も今度は聞き取れる。なんでじゃ、もしかして一人しかダメ、定員1名。ん、あ、なんだろう、先生戻った。もう謎なんだけど、うん、謎なんだけど、なんだろうな、先生の声戻ったって。じゃあもうやってる次、先生の声が一番大きくなった。もうこれは運ですか。運だね、ごめんね。ごめんねみんな。いいね、うん、マスリンがちょっと小さいけどいい感じ。私が小さいけどいい感じ。しょうがない、聞こえるならいいじゃない。そうだね、もう聞こえるならもうしょうがない、やるっきゃない。小さくて聞こえないとかだったらまあごめんって感じだけど、聞こえるなら。そうだね、いっか、これで。すいません、お待たせしました。すいません、はい、すいません、お待たせしました。はいはい、一緒にやってくれる竹谷先生です。拍手。あ、どうも竹谷です。今ね、バチバチで何も聞こえなかった先生の自己紹介。マスミンの声がでかい。いいんだよ。あ、みんなバチバチしてる。先生はゲーム大好きおじさんです。ゲーム大好きおじさん。
そう。あ、でもね、プレイヤーレベル37だよ。え、それって結構じゃないですか。え、あれの、ね、もともとあのスイッチの方でやってたんだけど、こあの PC 版にお引越ししたの。だから今3。あ、そうですよね。だから。もうそれはね、100超えてた。100だから多分ね、全部合わせると今200近いと思う。わあ、めちゃめちゃやってる。そう、キラーも普通にやってるから、めちゃめちゃ普通に上手い人です。あ、でも、あの草野球的な意味での上手い人です。え、プロ、あ、プロの、プロとかじゃなくて、あ、そう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 、あの近所の、そう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 。なるほど。うん。なるほど。でもそれ言ったら私も草野球のベンチなんで、それはもう試合に出れてるだけすごいですよ本当に。いやでも君はこんだけお客さんを呼べるから、いや重要なあれよ、ポジションよ。いや、ありがとうございます。頑張ってバットを振りたいと思います。うん、そしてもう一人、田沢マスミちゃんです。よっ、よっマスミ。皆さんはじめまして、田沢マスミです。今日で3回目になります。よろしくお願いします。そう、始めたてなんだよね。本当に始めたて。なんかログインでもらったポイントだけでレベル19まで来た。いや、もう今日はひめぷしていくんで頑張って。そう、マスミンはね、配信とかやってるわけじゃなくてチャンネルはないから、マスミンの画面としては見られないんだけど、私は積極的にマスミンにこうスリスリ寄っていってマスミンの姿をね映していこうと思うよ今日は。お、ありがとう。アピールよろしくお願いします。じゃあ最初、はい、最初あれしよう、カスタムしましょう。しましょう。え、じゃあ先生キラーやってくださいよ。あ、じゃあその方がいい。え、じゃあなろう。体感したいキラーをやってくれます。やろう。やったー。じゃあちょっと慣れてるので行こう。あー、もうあれかな、あ、慣れてないのの方がいい？いや、もうそこはもう自信のあるやつで、じゃあお願いします。うん、どうしよっかな。救急箱。怖いな、でも2人だから救急箱やめよう。もう私よくわかんないから準備完了をしたよ。早い、もうどうにでもなれっていうね。あ、破滅は外そう。あ、優しい。破滅とノーワンは外しとこう。お、優しい。じゃあ私はひたすらマスミを助ける。よし、これでいこう。助ける構成でいこう。どうしようかな。じゃあこれ持ってこう。よし、オッケー。はい、イエーイ。じゃあこの明るい色のクローデットは打っていいのね。いやいや、初期装備クローデットなんで。まずみんには優しくしていただいて、じゃあ私はガチで来てください。先生間違えないでくださいね。、うん、怖い。ちょっと明るい方でね、打っていいのね。肩出しの方で。操作方法忘れちゃった。あ、そうだね、練習しないと。いやー、3回目か。3回目だよ。でもそもそもなんかマスミずっとデドバー興味あったのよね。そう、なんかね、姉がねずっとやってて、うんうん、それとかなんかあとすごいいいよって言われて、うんうん、新車さんとか見たりしてて、うーん、ね、結構見ただけで満足しちゃってたところあったんだけど、はいはい、エリピョンにやらないって言われて、じゃあやるかーっていうので。あー、またデドバラを増やしてしまった一人。
いや嬉しい、嬉しい。でも始めたての人をね見るのすごい好きだから、うん、なんで面白いから、そう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 、あーってわーってなってるのがすごい好きだから嬉しい、うん、でも私そんなわーって なるか。いやなるよ。でマスミめっちゃゲームうまい、さうまいじゃん、ゲーム結構やってるイメージだから、多分センスはもうあると思う最初から。あるかな。え待って、なんかすごいアイドルみたいな背中合わせで始まったんだけどほらほら、しかも私ちょっと高めにいるんだけど本当だ怖い、ちょっとしゃがんでしゃがんであ、みんなほらみんなみんなマスミンだよ、みんなマスミンだよ高台、高台ってことはあの辺じゃねえのみんなマスミンだよ。あやばいバレちゃうから高台とか言うと、みんなマスミンだよ、マスミンカメラ目線して、カメラ目線、イエーイイエーイイエーイさあマスミンの行動を見よう。ここ初めて来た、あ初めて来た、ああ来てる来てる、マスミンは俺が守る、マスミンが、マスミンは俺が守る、俺が守る、私はマスミンがオーラで見えています。やばいやばいやばい、いるいる、終わる、見つかったら終わる、二人同じところにいる、やばい全部バレてる、おいちゃでやばい、食べちゃダメよ、いるいるんだな、いるんだよ、おとりになる先生、ここです先生ここです、いたあ板を当てました、板を当てました、先生に、先生に板を当てました、やりました、怖いやっぱ、うわー先生来ました、はい、三角じゃないよ、あれなんだ、なんだっけ、なんだっけこのキラーの名前、怖い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 、なんだっけなんだっけが、デススリーが、デススリーです、先生のお箱やばいキャーキャーいやーあ、ダメだったやられました、やばい来た、やばい死ね、やばいやば、当たったね、あれこれ死なないんだ、え、もう死ぬんですけど、マスミー、マスミー、マスミー助けて、やばい来た、なんかハハしていくな、くるくるくる、ここは逃げ切りたい、もうやだ、あもうやだ、やばいやばいよ、やばいよ。大丈夫そう？大丈夫そう。やばいです。はい、ああ！やっぱね、傷が治ってないから離れた方が良かったですね。ああ、やられてしまいました。助けるかい。マスミ助けるかい。マスミしかいないんだ。探しに行こう。うわあ、見つかったら終わりやで。ここよ。見えないかな？慎重派だから絶対建物の中とか気がするな。おお、読みがそうですね。読み取られてる、絶対見えないところを直してるよ、あんな子そうです先生、小屋にいますから、マスミ小屋にいますから、あ、いるの、小屋にいますから、ちょっと小屋をちょっとやったー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 、離れよう、ありがとうマスミ、来た、ちょっとしつこくないですか先生、あ、外れた、危ない、ちょっと外れた、
った。あ、マスミ意外とダーティアにここ直してやがった。バレてる。ちょっと普通に当ててくるから先生がやばいやばい。あ、今ね逃れたかな。逃れたよ。おし。落ちて。やばい、来てる。バイバイ。あ、もう。あ、あ、死ぬ。あ、死ぬ。あ、死ぬ。死にます。やばい。死ぬ。あ、いたいた。やばい、いたいたじゃないのよ。いたいたじゃないです。いたいたじゃないです。あ、あ、ちょっと。いやー、いやー、助けてー。あ、マスミだ。あ、よっしゃー、タゲチェン、タゲチェン。じゃあ撃たない。タゲチェンされた。頑張ってチェイスして、今のうちに。あ、ちょっとやめ、ちょっとちょっと、あなたも怪我してるじゃない、怪我してるじゃない、ちょっと怪我してるじゃない、ちょっと、いやー、怖い怖い怖い。あ、ごめん、いや、引っ張られてる、引っ張られてる。引っ張られてる。ちょっと逃がす。引っ張られてる、引っ張られてる。よし、いや、じゃあエリピョン探そう。探してください。あー、どこだ。あー、危なかった。ちょっと2人で3台無理だよ。無理だと思うよ。無理だよ。無理だ。ねえ、えらい、マスミ。えらい。えらい。ちょっと、ちょっとここで待とう。優しい。優しいよ。マスミ、初めての共同作業だね。そうだね。イエーイ。イエーイ。ここから出るんだ。頑張れ、頑張れ。マスミを守るんだ。頑張れ。応援してるわ。なんて平和な、平和なデッドバイデイライトなんだ。でもすごくない？マスミさ、爆発させないの偉いと思う。ちょっと直そうか。分かったか。やっちょっと直そう、直そう。ありがとう。よし、刺す刺す。マスミを、マスミを今下のアングルから映していますよ。マスミだよ。あ、来た、やばい、来た、やばい、来てる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 、やばい。いやー、おー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 、あ、私治ってる。痛い、痛いです。よし、へーへー、もうやだ、もうやだ、やだ。あ、届かない。ああ、助けて、誰か助けて、誰か助けて。結構逃げてるよ。誰か助けて。誰か。ああ。はい。もう終わりじゃ。もう終わりじゃ。終わりじゃ。いやあ。助けてー。どこかなー。終わらないよ、終わらないよ、怖いよ、危ない、危ない、危ない。よし、いいぞマスミ、いいぞマスミ、いいぞマスミ。そうそう、いいぞ、そういうゲームよ。いいぞ。なすっていく。なすっていく。あ、これか。今度はもう性格通りの
場所で直してたな。うわ、ぶるい。あ、声聞こえなくなっちゃった。聞こえなくなっちゃった。いやちょっと待って。ちょっと待ってください。やめてください。いやー死ね。死にます。さようなら。ありがとう。ありがとう。放流。待って、今のはお慈悲？今のはお慈悲？お慈悲？お慈悲？ちょっと、ちょっと、やばい。あ、目の前が真っ暗。目の前が真っ暗。つらい。発電機全然見つからないな。そうなんだよね。ずっと探してるの？あ終わる終わるマスミ。あー地下だここ。いやなんかもう思いっきり思いっきりぶたれた。ちょっとマスミ探しに行こうぜ。マスミ探しに行こうぜ。このままもがきますよ、もがきますよ。もがきますよ。あもうじゃあもがくんなら釣ろう。いやーやめて。へいしまった。ちょっと遠かったか。もうちょっと。いや逃げられてないんだな。さあ今のうちに発電機を直すんだ。直せ直せ。よろしく。よろしくマスミ。直せよ。いや。うわ。あーもう。いやこ。やだやだやばいやばい。ちょっとはい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 、ああはい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 って言われた。はい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 って言われた。はい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 って言われた。はい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 って言われた。まあ、やばいです今やばいですよ。あああああやられた。ちょっとちょっとあここにあった。エリピョンとマスミンの音量差で笑えるって言われているから私音量下げようかな。これを下げれば。あ、ちょっと待って。今でもスキルチェックあるから。それどころじゃない。それどころじゃない。そうだ。助けて。あー、待って。ミスったチェック。ミスった。助けて。今ね、いないよ。先生いないよ。うん。あ、でも、ねえ、わかった。これさ、私がミスります。そしたらマスミンの画面が見えるって。本当に？え、いや、ちょっと待って。あ、ごめん、死んでた。マスミン、あ、死んだの？マスミンのマスミンのしっかりしてるところ好きだったよ。ありがとう。ありがとう。友達思いなところで。ハッチが出てるから一回ハッチを見とこうか。あ、あ、マスミン。お寿司プラネット。あれ、ハッチ開いてないのかな。いっけ。あ、そうか。あ、あるね。あ、これ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 。ちょっとあれだ。あ、優しい。ね、建物の外周をちょっと回ってきて、この一番大きい建物の外周を、うん。え、そうするとなんかし、あ、来た。これこれこれ。
これこれこれ、ここでなんかゴーって音がしてるでしょ。ね、最後の一人になると出てくるやつ。あ、ランダムランダム、うん、そう出た。そうそうそう出た。先生が先生してる。そうそうそう。あれ、バベチリと税名だけ？うん。やさおにしてくれたね。でもこれであれでしょ？脱出ハッチは分かったでしょ？あ、分かりました。うん。でもあれ、じゃあ逃げてる時に探しといた方がいい。いや。最後の一人になった時に出てくるのあれ。うん。あ、じゃあ普段はわからない。わからない。わからない。そうなのよ。うん、あ、ちょっと私の音声を下げてみたんですけど、マスミンの音はどうでしょう。今どうですか。うん。で、ちゃんと聞こえてるんだけどな、こっちは。なんでだろう。なんか私も別に音量そんなに。うん。うん、結構語りかけてる。どうだろう。あ、あ、落差はなくなった？本当？え？何をしても小さい。マジ？私の音声上げるとやば、エリピョンがやばくなるんだっけ？なんで上げらんなかったんだっけさっき？え？なんで？嘘。そんなことある？やばない？そんなことある？やばない？私小さくしたんだけど。うん。でも私言うてそんなに悪いヘッドホン使ってるわけでもないんだけど。マスミンだと別の部屋にいる感じだって。ゲーム音に負けてる？ゲーム音じゃあちっちゃくする？ああ、じゃあやっぱりあれかな。うん、うん、PS4 の設定がマスミの方の、うん、私の方をまた上げる？いや、そうじゃなくて、配信に音声を含めるかみたいな設定項目があるんだけれども、そこら辺が、ああ、これ私 PS じゃないから分かりにくいな。ってことは配信してる私の画面でなんかやるって感じですか。どうかな。どういう、なんで、え、え、どう、変わらん、変わらんですか。いいわ。マスミンの声がちっちゃいの？私の私の声がマスミ以外、あ、マスミ以外全部下げて視聴者側で上げるようにするとかどうでしょうっていうご意見が出ましたけど、なるほど。全体を下げるみたいな感じですね。でもそうだね、あ、そうだね。じゃあ私と竹谷先生をちょっと下げてみますか。でも先生マイク下げるのってやり方わかりますか。そう、先生なんかできなかったけど、ちょっとね、iPhone でアプリを使って接続してるからね。うんうんうん。iPhone のマイクの下げ方がわかんないんだよね。うん。
かにやろう。マスミの声聞こえるようにやろう。今？うん。でもエリピオンめっちゃ遠くなったかも。やっぱり？え、エリピオン下げるとマスミの気がする。なぜ？嘘？え？エリピオンのところから私の声も。え、そういう感じ？マジ？ってこと？でもチャット音声を含めるってやってるんだけどな。謎すぎる。何なんだろうな。謎すぎるよ。全員小さい。もう全員小さくなった。全員小さくなっちゃった。あらら。もう難しいですね。で声でかいけど、どうだろう、どうだろう、うん、あ、おしし、おちし、おしし、待って、私のゲームの主音量を下げるとか、やってみようかな、設定、設定、設定で、あれ、設定、え、違うな。あ、今できないのかな、カスタム中は。いや、いけるはずだよ。あれ？ね。画面出るんですけど。設定のね、今サポートってとこになってたけど、全般とか、はい、音声とかあるか。あ、ありますね。今サポートになってるでしょ。そのなんか動かせない隣。動かせない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 。困ったね。困っちゃった。動かせない。謎。そう、R1 押しても反応しないのよ。多分カスタム中だからできないのかな。ドゥンドゥンかな。え、でもなんかさっきので普通に聞こえてたんじゃない？ちょっとカスタム1回ほどいて主音量を下げても良いですか、うん、ゲームの。はい、うん、ちょっと1回開始します。ほいほい。すいません皆さん、まだ1回しかカスタムやってないんですけども。一旦ね、うん、ちょっとこういう感じっていうのテストをさせてもらって、あまりにも今日できなかったらまた次回リベンジいたします。うん、あ、戻ってきたけど、でも設定ができない。 L1？ L1 動かせない。なんでだろう。で、あ、こっちでやろう。設定。あ、できたできたできた。音声で主音量をめっちゃ下げます。結構下げます。うん。うんうん。で、ヘッドホンオン。で、ゲームの使用量を結構下げてみました。はい、じゃあちょっと逆にゲームの音声を下げ目で声優先でやるっていうデドバも面白いかもしれないな。ちょっとこれで調整してみようかな。今ゲームの音かなりちっちゃいけど、これでどうだろう。声の方は今どんな感じになったかな。あ、どうですか、どうですか。ヘッドホンの音、あ、どうですか、どうですか、声どうですか。コメント、コメントが見えない、うん、あ、
さっきより聞こえる？お、よかった。さっきより声は聞きやすい。いいじゃん、いいじゃん、じゃあいいじゃん。お、よかったよかった。あ、オッケー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 。どう？いい感じ？あと聞こえやすい。やっぱゲームの音が大きすぎたのかもしれない。うん、あ、ねえ、バランス良くなったって。すいません。よかった。あ、よかったよかった。あ、よかった。すいません。先生も巻き込んで。何言ってんの？安くはなったけど大きくなってないって。うん、あ？それはもう皆さんのとこで上げてもらう。そうだね。のがいいのかも。うん、バランス取れたから。うん。これで。だってあれだよね、使音量と声の大きさがいい感じってことだもんね。うん。じゃあもう頑張って上げてください。みんなが頑張ってごめんね。ごめんね。みんな頑張ってくれ。ちょっと次までに、うん、なんか考えよう、手を。はい、そうですね。あ、じゃあとりあえずちょっと私フレンドのとこ開いちゃうのあれなので、私のところに参加してこられますか？ほいほい、2人。ちょっともう一回カスタムで私次キラーやってもいいですか？うん、うん、やっとぜ。え、キラーやるの？キラーやりたい。うん、いいんじゃないかな。先生をボコボコにしたいと思います。マスミ追い回そうよ。マスミを追っていきたいと思います。私は初心者なんで。やばね、初心者。知ってる知ってる。マスミ追い回そうよ。いやー、なんで、なんで。来たよ。あ、来た、よかった。整った整った。ね、マップ指定しちゃおっかな。じゃあ、ういこれで、何つけてこう。よし、じゃあやば、あ、破滅はじゃあやめますね、2人なので。パークとかあまりやめますね。じゃあこういう感じでいきたいと思います。え、パパ。えって何？いや、なんかアイテムみたいの見たら3が出てきたんだけど、これなんだ？ん ?3? アイテム、うん、なんかカスタマイズでも開いたら祝日の木っていうのが出たんですけど、これは何の意味があるんでしょう？なんだろう、つけとこ。なんだろう、魔除けか。あ、そうですそうです。うん、これはね、あの腰につくよ確か。おしゃれになるってこと？そう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 。なるほど。ちょっとこの向きだと分かりにくいな。確かに。パッと見は。ジェイク。え、もうなんか雪のやつ終わっちゃったの？雪だるま入れるやつ。え、まだやってるんじゃない？やってますかね？うん。でもカスタムでは出ないのかな？どうだろう？出ない、どうなんだろう。入ってほしい、マスミに。あれかわいいよね。あれかわいい。よし。うん。あ、始まった。よし。わあ、嬉しいな。なんか3人でやるのって初めてで、なんか人数多いほど楽しいね、このゲームは。確かに。うん。うーん、先生頻繁にやってるんですか？そうね、結構、うん、いやでもちょいちょいっていうところかな。毎日やるほどではないね、うん、あの他のゲームもいろいろやってるから。あー、ですよね。うん、いや忙しいですね。ゲーム好きでもね、うん、いろいろ本当は全部遊びたいんだけどね。いやー、わかります。もう分身したいって思います。うん、時間ないよね。時間が、確かに、うん、時間取られるものですからね。あ、もうびっくりした。あ、始まった。音量でかくてびっくりした。あらら、あらら、あれ、ここ前もやったらしい。おっ。いきなり投げてきた。当たった。
にちは。こんにちは。今日のそのキャラクター見えないから本当に怖い。そうでしょ。あれどこ行った。うん、え？どこ行った？やべえ、いきなり。いきなり見逃した。ほらこれだよ。見逃し癖があるんだから。うわどこ行った。嘘。え？ちょっと待ってちょっと待って。え？いない？もういない？ここには。どこ行ったの？なんてことだ。こんにちは。どこ行ったの？みんな。怪我直さないと。怪我をしている。怪我をしているな。ありがとうマスミン。合流したんかい。助けちゃったよ。でも本当にここが発電機の場所か。あ、ライトの下にあるからそれで。あ、やばい。いないよ。来るって言った。あ、え、いた今。あ、いた。あ、いた。いた。いた。やべ。あー、そっちか。あ、キラーちょっと久々だな。どうやんだっけ。あれ？あれ？先生。はい。先生。はい。今どこにいますか？ね、外であれを直してる。あれを直してる？あれを直してるんですか？ダメじゃないですか、うん、そんなことしちゃ。ダメですよ、そんなのダメですよ。あ、でもなんか出したな今。なんも出してないよ。チカチカしてる。いたー。あ、マスミン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 、私のこと好きでしょ、私のこと好きでしょ、マスミン。嫌われちゃったの。許してください。ああ、いた。いた。あ、うまい。許して。よし。作戦があるんだ。あ、引っかかった。お、インターを倒すのか？すごい。見ました？みんな。今初めてだ。すいません。走ろうと思ったらしゃがんじゃって。行ってください。見た？今華麗な板倒しマスミンの。見た？もがく。あー、よし、これで先生が助けに来てから。マスミン、マスミン、痛いの？痛いの、そっか。うんうん。そうだね。うんうん。映った、映ってるよ。映ってるよ。イエーイ。イエーイ。めっちゃ映ってるよ。大丈夫やん。さあ、どこにいるんだ先生は。やばい、一台、あれ、直ってる。直ってる、知らないうちに。おい。治ってるぞ。あー、感謝。お助け、お助けマン。いた。あ、やばい。あ、じゃあ。よし。くさー。さっきはどこに逃げたんだ。どこに逃げたんですか。本当にもう。やばい。逃げ足が早い。やばい。やばい。ああ。嘘だ。助けてー。マスミの居場所を教えるから助けてー。よっしゃー。
知ってる知ってる。今走ってるでしょ。これが今ね、今俺の向いてる方にいるから。え、先生。あの子。本当ですか。向いてる方。向いてる。本当本当。本当ですか。あっちあっち。そうそう、見逃して。ああ先生先生本当ですね。本当ですね。じゃあ教えてくれたんで逃がしてあげましょう。逃がしてあげましょう。よし。先生ありがとうございます。先生ありがとうございます。逃げなさい。ありがとうございます。アメゴ。あっちですね。あっちですね。一生ついていきます。待って、この辺だよな。ここやってたんだよな、確か。どこにいるんだ？え？やばい。ここに絶対に先生を助けられる。あら。バチバチじゃないか。バチバチじゃないか。ちょっと。あれここにないんだ。いや。いや、それは逃れるための演技っすよ、姉さん。え？なんか音聞こえるぞ、音聞こえるぞ。いた、え、もう。やべ。さっき。エリバン、やっちゃってよ。あれは、これはこれで。あ、猫。あれはこれで。俺っすよ、俺。お前なんか知らない。誰だ？俺っすよ。忘れたんすか。お前は誰だっけか。ずっと釣り屋食って約束したじゃないですか。あの時確か逃がしてやったよな。あれで、あれでどっこいどっこいじゃないか。やられてない。やられてそういうやられてないですか。そういう約束だったよな。あれどこ、え、あれどこ行った。え、あれ、あれ？あれ？あれ？え、また見失った。もう。どうして？どうしてなの？上手くないですか、先生逃げるの。あ、あのね、あれがついてる。窓枠とかを乗り越えたときに、はいはい、足が速くなるやつ。あー、あー、え、てか足跡が見えなくなったんですよ、急に。あ、怪我治してる。治った。先生は何回でも復活する、一人で。あ、セルフ、あ、クローデットのやつついてるから、あのセルフケアってやつ。ちょっと、なるほど。やばい、撃ち始め。痛い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 。どこだ。怖い。田沢真澄さん。田沢やばい、真澄さん。迷子放送されてる。鈴木恵里さんがお待ちです。迷子放送されてる。田沢真澄さん。迷子じゃないです。田沢真澄さん。ちょっとちょっと出てきてもいいですよ。え、ちょっと、やばいやばいやばい。嘘、あれ、そう、あとエリピョン、すごい今危なかった。え、すれ違いカラスが目の前を通り過ぎてた。あーそう。あー、やべえ。お、君は知ってる背中だ。知ってる背中だぞ。よく足跡を逃しちゃうんだよな。ちゃんと見よう、足跡ちゃんと見てこう、足跡。痛い痛い痛いか。あー、惜しい惜しい。怖いな。怖
やばい。やばい、意外と見つかってる。よっしゃゲットゲッチュゲッチュゲッチュ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。待ってみ、助けて先生、先生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 、すごい血が出てる。あれは逃げるための方便っすよ、アデさん。許せませんよ。それはそれはちょっと言えないっすよ。高田真澄さん、それは竹早先生がお呼びです。それはどうだ、困るな、その質問は。先生、先生痛いですか今、痛いですか、うん、痛いっす、痛いっす。よし、助けて、助けに来るでしょう。助けて、来るでしょう。あっ、あマスミ、もしかして俺が死ぬのを待ってるのか。どこだ、嘘だろ。いやいや、でもまあ、なんかそんな残酷だったか。俺死んだらハッチ出るもんね。先生を犠牲にして、あ先生を犠牲にして半分切ったね先生。わくそ、さっき歌うのが裏目に出た。あー本当だ。いや、あの私も助けに行きたいのやばいまなんですけどね。いや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 、来れる距離だけど、来れる距離だけどね。どこだ。いないな、いないな。え、ちょっと本当に助けないじゃん。ああ、ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。姉さんに一生ついてきます。あ、姉さんチェンジした。姉さんチェンジした。どこ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 ？あ、いた。いたぞ。やばい。声がする。いた。あ、びっくりしちゃった。やったー。やったー。あ、もうダメだ。すぐ、すぐ。あの、ハッチを探す準備を。もうまだ 2回目ですもんね。でも、まだ2回目。許して。よいしょー。あー、さよなら。ハッチがいた。あれ？あれ？あ、3回目か？うん。3回目でしたか。あー、マスミーとの。タイマン勝負だ。おい、どこだ、どこだ、ハッチ。こうっていう音を探さないと。こう音、ハッチ勝負だ、ハッチ勝負。まさかマスミンとハッチ勝負をする日が来るとは。やばい、先に締めてやる。どこだ、ハッチだって。どこだ、てかマスミンがまずいない。マスミンがいない。やば、ハッチ？あ、ちょっと。何？違うよ。室内にはないですよね。どこだ？あ、室内にも結構出るよ。え、室内にもあるの？あ、やばい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 。どこだ？マスミン、どこ？マスミンどこ？やばいやばいやばい。え？エリピョンはもうハッチ見つけた？え？え？マスミンは見つけた？私はまだかな。マスミンどこよ？やばいやばい。怖い。マスミンどこよ？マスミン。マスミンどこよ。もうこれは、これはねえ、もう見つけてないわ。ええ、ね、え、見つけてない。え、え、なんで、なんでそう思うの。まさかだけど、なんで、なんでそう思うの。見つけてない。なんでそう思うの。なんでそう思うの。いや、なんかその反応を見つけてない。え、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 あれ、ちょっと
とマスミどこ？もう閉めちゃうぞ、閉めちゃうぞ。マスミ、マスミ、ハチ閉めよ。ガチ。人がないからゲート開けて、ゲート。ガチで、ガチで取り残された人の反応じゃん。マジで。ゲートどこ？ゲート。ゲートはね。え？ゲートは、ね、外周にあるから。どこ？うん、そのままはちょっと左。もうちょっと左。でっかい建物だからちょっと、そう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 。どこ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 。え？え、ちょっとやばいやばいやばい。え、そう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 じゃない、そうそうじゃない。それそれそれ。え、どこにいる、どこにいる。あ、あ。見つかった。あれ？どこどこ。頑張れ。どこどこ？いたよね、いたんだよね。いたんだよね。あ、いたいたい。じゃあ逃げてもらおうか、逃げてもらおうか、逃げてもらおうか。じゃあ見守るよ、あ、見守る。見守っててね、見守るよ、ほんと見守るから、ほんとだよ、ほんとだよ。近いな。見守ってるよ、見守ってるよ。ああ、じゃあね、じゃあね、バイバイ。ああ危なかった。ずっとツンツンしてる。ツンツンしちゃいました。ちょっと嬉しくてさ、一緒にできるのが嬉しくてさ、ハッチの時さ、私すごいもう、ま、真隣の柱の後ろにずっといて、うん、え、嘘嘘嘘、え、そうそう、ずっといて、エイピョがちょっと離れた時に突っ込もうかなと思ったら本当に突っ込んだ瞬間閉められた、あ、え、そうだったんだ、うん、え、全然知らなかった、いたんだ近くに、そう、めちゃめちゃ近くにいたのよ。え、私のこと見えてたってこと？うん、見えてた。え、え、なんだ、じゃあ演技してるって本当にもう分かってたってこと？あ、そう、本当に分かってた。そうだったんだ、うわー、マスミンの画面で見たかった。そうだったんだ。え、先生見てました？あ、見てた見てた、超面白かった。本当にギリギリで締められましたよね、私、うん、マジか。あの最初ね、面白かったのがね、あの入り組んだところでしゃがんだままずっと動かないのよ、マスミン。あのどこにいるか分かんないでずっと見てたんだろうね、あれ見てたんだ。そうなんですよ、何かが起きるまで。なんかずっと心臓の音が聞こえるから、うん、近づくか離れるかするまでちょっとそこで待ってようと思って待ってたんですけど、なるほど、ね、うん、あ、いつまでも動かないからね。動かないからもう見つけたっぽいなと思って近づいたら本当に見つけてたっていう。全然気づかなかった。あ、全然来ないからさ、もう閉めてゲートを開ける方向にしようと思ったの。そうだったんだ。惜しかった、本当に本当に目の前で閉められた。2メートルぐらいだよね、あれね。ね、そう、こっちの画面だと本当に見えなかった。あー、面白い。さあどうしましょうか、行きます、公開行ってみる。あ、行きましょう、行ってみようか。行ってみる、うん、行ってみましょう。じゃあ、で一旦抜けるか、一回抜けてまた入ろう、はい。じゃあ私のこと招待してもらってもいいですか？ん？え？先生お願いしてもいいですか？はいはい、あ、でもあれだ、うん、あのマスミンがフレンドになってないな。あ、あ、そういうことか。あれ、私でも PS4 では登録したんですけど。あ、だからそっちじゃなくて、私今 PC でやってるから、うん、あー、なるほど、あ、そっかそっかそっか。じゃあ私どうしたらいいんだ？どういう風にやったらいいですか？あ、だから あれがエリピョンのところに入るのが一番簡単だと思う。うん。
パーティーに参加でエリピオンの方に合流しちゃう。あれだよね、でもエリピオンフレンドが見えちゃうから。そうなんだよね。あ、だから我々がパーティーに参加を直接やっちゃう。招待しましたっていうのできたかも。エリピオンに招待したんだけど、どう？何も来てない。嘘、今招待しましたっていうの出たんだけど。で、マスミン、その下のあのパーティーに参加っていうのを多分押しちゃえばいけると思うけど。あ、ほら、あ、あ、来た来た来た。そうそう、私が今入った。天才、天才です。任してください、姉さん。ね、それ続く、ね、続くんですか。ちょっとこっから見た人にはしませんよ。こっから見た人がこんな関係性だったのかってなっちゃうじゃないですか。ちょっと。あ、揃った揃った。揃いました。あ、オッケー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 。はーい。じゃあこれでマッチがうまくいけばいけます。チェック入れましょう。はい、チェック。はい。マッチするといいな。なんか時間かかるね。しかも結構今人数がやってる人多いから。来るかな。よし、おマスミンを助ける構成で頑張るぞ。あ、ボンドがない。教官先生、今パーク何持ってるんですか。ね、まずあれでしょ、爆発防止にテクニシャンでしょ。かわいい。で、しなやかと、はい、与えられた猶予。あ、でセルフケア。おお、いいですね。なんとなく何でもできるようにしてある。ほう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 。あとテクニシャン地味に修理の音が小さくなるから。あ、意外といい。修理の音もちっちゃくなるんだ。聞こえる範囲が8メートル減少。あ、いいですね。たまに爆発させちゃうことありますもんね、やっぱ。あ、私ね、うん、スキルチェックの早いタイミングのやつあるじゃない。あれでよく爆発させるのよ。ああ、なんかキラーのパークで早くなるやつもありますよね。だからフェンミンを早めに育てておいて、これは取った、うん、なるほど。で、あと、うん、あ、しなやかもそれでついでに取ったやつ。おお、使うのはジェイクがお気に入りなんですか。あ、ね、たまたまパークが全部出た、欲しいやつが。あ、なるほど、わかります。これずっとセルフケアが出ないとかあるじゃない。あ、ありますね。うん、なんで出ないこれはね、出たのよ。なるほどなるほど。じゃあ特にこだわりないんですね、どのキャラが好きとか。あ、本当はね、レオン使いたいんだけど。あ、レオン、そう、あのバイオハザード好きだから。あ、そうなんですね。うん、でもね、レオンはまだレベル1なのよ。ちょっと余裕がなくてまだ育ててない。あ、地雷爆破とか使ってほしいな。ね、でも地雷爆破はあれでしょ、友達とカスタムでやるときとかが楽しいよ。そうですね、絶対楽しいよ。なんかレオンはなんかロッカーに入ると爆弾作れて、グレネーなんだっけ、グレネードっていいんですか、それをポロンって落として爆発させられるの。すごっ、面白そう。そうなの、めちゃめちゃ面白いパークを持ってるんだよね。でもなんでロッカーなんだろうね。いや本当ですよね、あんな狭いところでどうやって作ってるんだっていう。まあ、さすがスターだよね。てか、もしあそこロッカー入った時に作って爆発させちゃったら死にますよね。すごい危険なところ、ね、途中、うん、危ないところで開けられたりとかね。で、びっくりしてバーンみたいな。うん、あ、そう。
ね、あとこのミカエラとかジョナもちょっと多少興味あるのよ。あの恵みのトーテム。なんか心が優しい人が使ってくれるイメージです。めぐみ。任してください、姉さん。俺が癒ちょっし系になるっす。と、ちょっと、持ってるんですか？ やってほしい。じゃあちょっと育ててみようかな。ぜひぜひ。なんかみんなで恵んだらどうなるんだろああ、狭いところだったらほぼ全域が恵めるよ。う。じゃあどこ行っても会おうみたいな。わあ。青くしたいなー、ステージ。ただね、意外とね、ミカエラ自体が弱くなっちゃうから、ほら、結局、めぐみパークってそれ自体で何かができるわけじゃないじゃない。確かに。だから、2個つけてったら、あれで、要は残り2つでキラーと戦わなきゃいけないっていう。確かに厳しい。そうそう。なんかめぐみパークのためにそこのパーク1個を使うかどうか悩みますよね。そうそう。すごんで、トーテム見つけるのも大変だしね、意外と。いや、あれもうサバが全員トーテムを壊しちゃってたらもう孵化できないってことですもんね。まあね。そう、だから仲間のパークによっては相性悪いんだよね。そうかそうか。お、来た。あ、来た。お、来た。ノラの方、お願いします。ジェイクですね。よろしくおあ、願いしジます。ェイク2人よろしくお願だ。いします。お願いします。これってさ、レベル差とか関係なし？あ、レベル関あ、係ある。レベルは関係ない。ただ、コンピューターが、実力を常に測ってて、それに合わせた相手になるようになってはいる。数回やって、調整されるみたいな感じ。まあそうだね。あれの、だからみんなの平均的な実力と釣り合うキラーが来る感じ。なるほど。まあ来ない時も多いんだけど。確かに。わ、キラー不足が深刻な。そう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 。そうそう。あ、ごめんなさい。マップ指定しちゃいました。あ、小どこになっ学た校との？か行きたくないから、外にしましたよ。ね、今回ゲストもうにどなこっでもいいたよ。経緯が知りたい。今回ゲストになった経緯が知りたい。って何？来てるんですけ経ど。緯？経緯、なんでなんゲだストにろなったんだ？う。マスミンはずっとデドバを誘ってて、始めてくれて、やろうってなったのと、先生は、私の配信とか見てくれてましたよね。あ、初そうそう回そうとそう。か見てくそうそうそう。れそれでそて。の話をちょろっとこうしたときに、じゃあ出てみますかみたいな話になって、今に至る感じ。先生やってるんですかみたいになって、今度やりましょうってずっとお誘いはさせていただいてて。で、なんか、バタバタしたりで、やっとなんか叶ったって感じですね、今日。嬉しい。これ雪だるまいる？もしかして。あ、いる。あ、いる、やった。何これ、あ、待って。斧投げてくるやつです。バレました。あ、ごめん、爆発した。 マスミがやられたのにびっくりして爆発させちゃった。え、やば、え、近、やば、近、やばい、やばい、掴まれた。あ、掴まれた。頑張れ。釣られたね。全然助けなくても、いや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 、
私はバレないバレないように雪だるまで助けに行くよ。待って、歩いてる雪だるまが。私よ。あ、やめ。バレてね。バレてる。バレてね、大丈夫？バレてない、バレてない、バレてない。バレていったら間に合わないじゃないか。バレてない、バレてない。大丈夫だ。今誰かと誰かとチェックしてるから大丈夫かも。間に合わせる、間に合わせる。バレてない。今私の右斜めでチェイスしてるから。本当？バレないかも。マスミ、マスミ、マスミ。マスミ、マスミ、マスミ、マスミ。よし、よし、よし、逃げるんだ。私がタゲになるわ。しゃ、おいで、おいで、おいで、こっちおいで、おいで。ほら。わあ、待って、追ってるじゃん。なんで？ちょっと。あ。ずっと同じのことを追いかけてくる。私が素人だって気づいてるからこの人やりてるっす。私が素人だって気づいてる。めっちゃ狙われてんじゃん。もう2回も釣られた。めっちゃ狙われてんじゃんよ。助ける助ける助ける。今のうちに誰かを追ってほしい。私が上がってスキルチェックのボタン間違えた。ちょっと助けるよ。よし、ボロタイあるからね。ありがとう。離れて離れて。ちょっと。よし、ナイスナイスナイス。よしよし、ナイス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 。よし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 。あ、ちょっと。ねえ、ちょっと。やばい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 、これはやばい。死ぬ死ぬ。最悪。あ、もっと。ちょっと最悪。どうするこれ。最悪のパターンです。最悪のパターンですこれは。ごめん、マジでごめん、マジでごめん、マジでごめん。地下行か、地下行かれるんじゃ。ちょっと待って。もう死にました。お疲れ様でした。え、ちょっとさすがに壁に入るの下手すぎた。わー、やべえ。え、ね、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、反省ですね、反省ですねこれは。あー、反省ですねこれは。振られた。あー、反省ですねこれは。なぜ壁に入らなかった。なぜ壁に入ってあげなかった。私、ありがとうございます。もうマスミのいない試合なんて。そんな、今あのもう一人ノラの方が厳しい、逃げてる。そんな、でも多分巻いたの？これを直さないといけないでな。巻いたんだ、すごっ。そうだよね。いや、私が、俺が助けるって言っといてキラーが近いのに助けちゃったよね。そうだよ、私が悪い。雪だるまで助けてる場合じゃなかった。まさしく。それはそう、それはそう。本当にさ、撫でてただけ、撫でてただけよ。だって撫でたかったんだもん。あー、やられた。やばい。もうすぐ助けようとしてるじゃん。おー、え、大丈夫？ボロタイあるかな？ボロタイあったか？あー、なんかすごい繰り広げられてる、いろいろ。直したい。この人、お上手な人？上手な人かな？なんかすごい負けてる。すごい。めちゃめちゃ大胆な人。大胆な人ね。ちょっとさすがに3人で4台はきついので破滅を壊したいんですけど、うん、どっかにないかな。あ、でもなんか今光ってるトーンでも壊してるよ。嘘嘘、ナイス。マジでナイス。それはノラの怒ったが今光ってるのだ。いや、来てる。いやー。回転した回転した。もう
が上手。ちょっと。やばいです。ああ、やばいな。ちょっとキャンプ気味です。動いてないね。そうね、これは。ちょっと厳しいね。これはもう。どっちかハチから。逃げて欲しいです。あーしまった。あーああすごい。助けに来てるけどめっちゃ構えてる、めっちゃ構えてる、うん、全部やっつけようとしてんのよ。釣っちゃうとね、いろいろと不都合がハッチが出ちゃったりももちろんだし、お詫びをしたらいいか。言葉が出ない。ちょっとふざけすぎました。この人めちゃめちゃ大胆。助けに来てくれるかな。おわお、ありがとう。やばい。あ、行ければ。あれだったか、これは賢い人だったか。もう今なんか助けようとして出てるのかしら。これは隠れてる、隠れてるわ。ずっと鼻歌歌ってんだ。そうだね。ずっとご機嫌だね。うん。うわあ、嘘、助けに来た。うわあ、ナイス。いやー怖い。あーダメか、反対だった。すごい綺麗に、綺麗に、綺麗に倒れた。まあ、芸人さんみたいに綺麗に、うん、あーってめっちゃ綺麗に倒れた。うん、かなり上手い人だと思うよこれ。キラーですか。うん、キラーが。はあ、ちょっと上手い人とちょっと下手な私が当たっちゃってとんでもないことになりましたな、これは。ちょっと待って、ちょっと次見てて、次見てて。マスミンを、いや完全にさ狙われてたよね。もうなんかもうずっと私の動きがもう素人だと分かる動きだったんだよ。これ落とせるなみたいな。もう脳内でじゃあまずこいつを落として3人にして、あさよなら。あナイスファイト。そうハチ、あどっか、どうなるんだろう。バレてないの？え？バレてなかったの今の？わバレたかも。いやーごめんねジェイク、ごめんねジェイク、こんな人で私が悪い誤算した。どうすんだろう。ハッチ。ハッチ。ハッチあるかな？ハッチ。ハッチ。ハッチ。どうだ？頑張れ。頑張れ。全然音しないね。うん。ええー。
ずっと近くにいる。見つかったか。あ、バレちゃったかな。うん。おお、ま。これ避けた。どっちも上手い人だやっぱり。うわあ。すごい。避けるんだ。すごい試合を見てる私。当てられなかった。ダメだ。はい。ああ残念。はい。もう戻ろ。戻る？体質か。戻る。続けるで。続ける。うん。やられたね。いやちょっとちょっと、いやマスリは悪くない。ちょっと私が悪かったー。キラーの誰も悪くないでしょう。そうだね、次に生かそう。無理球は良くない、無理球は良くない。ちょっとあまりにも助けたいという思いが強すぎて、やっちまったよね。いやあれはやばかった。キラーは確かに上手かった。斧が当たる当たる。いやあれって当てるのが難しいって、めちゃめちゃ難しい、よしこれでいこう。あーあと2試合ぐらいはいけるかな。うんねえ、当たればいいけどな。ね、このままいけばね。はあ、私駄菓子見るたびに高橋先生を思い出すんですよね。わかるね。昔アフレコ現場にすっごい駄菓子を買ってきてくださって、なんか駄菓子屋さんみたいになってるのをなんか私たちが、わあ駄菓子だって言ってすごい休憩時間食べてたよ ね。食べてた。懐かしいね。あれはやっぱり先生は私たちのことを子供だと思ってたんですか。子供だっていうよりはね、あのやっぱりあのなんていうのかな、どこのあれもそうなんだけど、あのゲームでもアニメでもそうなんだけど、うん、あのやっぱりね声優さんたちがね我々を怖がってるんだよね。先生ってことで緊張してるって言ってもいいんだけど、まあ要は気負いすぎてる場合があるから、それに効くんだよね、駄菓子置いとくと。今だから言うけど、うん、もう先生の思うがままに私たちはこう駄菓子に癒されてたということですね。確かに、あそこにいる人たちみんな駄菓子わーいってなった。確かに、うん、なんなら先輩とかも喜んでいただいていました、うん、もうみんなが喜んでいた、もう駄菓子みんなが喜んでた。うん、だからね、ちょっと頭のおかしいおじさんぐらいに思われてた方がね、いい演技をするのよ。和ませてくださってたという、うん、まああと、ありがたい。キビラあれだったでしょ、あの端っこで4人固まってたでしょ。確かに、うん、うん、あれ駄菓子置いとくとそれなりにみんなとおしゃべりしてたから、あこれ続けよう。うわ確かにな。完全におやつ、もういろんな意味でおやつ、うん、駄菓子食べたくなってきた。駄菓子食べたくなってきた。駄菓子食べたい。なんかもう駄菓子屋ってないんですかね。なんかあんま見ない。なかなか駄菓子屋はないね。あれにはショッピングモールとかにはよく、はいはいはい、あれの駄菓子を、うん、
の専門店入ってるけど、でも駄菓子屋さんそれ自体は見なくなったね。見なそうくでなっすよた。ね。うん。なんか地元にも2つくらいあったんですけど、今どうなってるんだろうと思って。なくなってそう。ちょっと YouTuber になってなんか突撃してほしい。駄菓子全部買ってみた？全部買全部買ってみた。うので経済を回しここにあてる全部くださいっつって うわー強い。いくらぐらいになるんだろう。ねえ、でも駄菓子だからって思うけど、それでもやっぱ行くのかな？めちゃくちゃすごそう。出てるの全部でしょ？うわー。結構な金額になるんじゃないの？ 何十万とかですかね、もっといくかな。で、かわいそうなのは多分それをレジ打ちする店員さ 確かに。ん。大 変すよ。ごい数だよ。喜んでくれるかな。全部は逆に迷惑迷惑かもかね。な。でもなんかこっからここ全部くださいってちょっと子供の頃にやってみたかったな。ねやってみたかった。え、なんかお金持ちがケーキ屋さんでやってそうなね。うん、こっからここまで全部くださいみたいな。やってみたいけど、なんか食べ物だと食べるの大変だしなってなると、何ができるかな。色鉛筆ぐらいだったら。めちゃめちゃ限定的じゃん。全色くださいっつって。確かに。電飾ください。なんか最近大人買いしたものとかってあったりします？大人買いか。大人買い大人買い。か。まあ、あれかな。缶チューハイを箱ごはとぐらい買ったぐらいかな。い。お酒好きなんですか？うん、結構、そう、やっぱり、このコロナになってから、お酒の量増えたかな。楽しやみっぱりスが。トレスあるのかもしれない。まあそみれんなやっも、ぱ抱えてるもんなんですね、ストレスは。ありますよね。すぐなくなるんですか？か、箱で買って。ああ、すぐなくなるほどではない。箱で買った方が安い？そうね、いちいち買うのが面倒っていうのもあったんだけど。まあそうですね。確かに確かに。私もよくリポビタン D とか箱で買ってます。 なんか味が好きでさ。美味しいよね、あれ。そう、すごいなんか濃いっていうのが美味しくて、よく1日1本とか飲んでたから、箱で買っちゃえって言って買ってますわ。美味しいんだよね、あれ。美味しい。なんかあの濃いのをちまちま飲むのが好き。お酒みたいに。 先生さっきからケーキ炊いてくれてます？ありがとうございます。ありがたい。至いれや、り尽くせそりゃ、り。だって一人の時に使うより誰かいる時の方がいいっしょ。ありがたい。もう先生はいつも優しいよ。優優しい。しいよ。今回は最初に死なないように頑張ります。いや、今回こそは無理灸しないように頑張ります。頑張ろう。知ってるキラーだといいな。そうだね。今んとこだってまだ会ってないキラーいそうだもんね。てか、ほぼほぼ会ってないかも。そっか。ああ、我々に打たれたり、カラスで引っ掛けられたりしたぐらいだよね。2人とも同じキラー使うから。 そうなのよ。カよラし、スじゃとな。森以外にもいるからね。何人ぐらいいるんだろ今20人ぐらいいまうん、す？なんかいるよ。すごいいるじゃん。さあ
始まったぞ。やっぱ公開マッチって緊張感あるな、すごい。うん、ある。思わず無口になっちゃうよね。そう、真剣勝負って感じ。なんか走り抜けてった。キラーかな？うん。なんか紫っぽく光ってなかった？え、あ、やばい。出会うかもしれん。あ、なんだ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 。え、え、今何？今の何？なんかいた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 。リージョンかな？なんだろう今の。は、なんか走り抜けてった。あ、やばい。なんか来た。なんだったんだろう。ピックかな。信用したな。私はっきり見えなかった。ああ。そう、貞子のキラーが来るんですよね。光ってない？あのキラー。え、光ってた、光ってた。なんかパリピみたいな。そう。クリスマス。一人でクリスマス。クリスマスやってんの？嘘、ちょっと仲間に入れてよ。怖いな。でも何のキラーか全然わからなかった。あ、やばい、来た。あ、来た来た。来た。あ、いた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 。やばいやばいやばい。死ぬ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 。やばい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 。あかん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 。します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 すいませんしますすいませんしますします痛い痛い。リージョンです、リージョン。あれ、これリージョン、うん、これリージョン、うん、リージョンとは、これリージョン、あ、リージョンです。リージョンはなんかナイフで切りつけてきます。ナイフ、ナイフで切りつけてきます。急に猛ダッシュしてナイフで切りつけてきたりします。なるほど。エリピオン釣られてはないのか。釣られてない。あ、そこの近い人、あ、チェイスしてるんだ。今もう起こせるよ、起こせるよ。行こうかな、これ終わったら。あ、オッケーオッケー、発電しちゃって。行くよ。ナイスナイス。あ、二人が助けに来てくれて、二人とも、いやー、優しい。ありがとうございます。あ、な、な、な、あ、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。あー、捕まった。これは助けて、作品の絆が今また、カムバックしました。ありがとうございます。あ、あ、二人用だ、来てる来てる来ている。ばらけろ、チレチレ。どこだ、なんだ、猫背のパリピ、猫背のパリピいるわ。めっちゃ猫背じゃない、あの人。猫背のパリピいるわ。あ、先生が助けに来てるのかな。なんか入ってった真ん中ね。あー、やべえ、猫背のパリピ。いや、なんかどっちなの、どっちなの、陰キャなの、陽キャなの、どっちなの。あ、面白い。え、なんかこれ遅くなるやつついてる。うん、あの、怪我をしてると遅くなる。あ、右下に赤い骸骨が4つあるでしょ。いや、これだけ違う。うん、助けに行こう。助けて、助ける。先生がやられてた。地下ですか、まさか。あ、左遷。あ、見つかった。頑張れ頑張れ。今だ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 。あ、光ってる、とてもある入り口に。今だ今だ、行きます、行きます。お待たせしすぎました。よいしょ、よいしょ、逃げよう、逃げましょう、逃げましょう、逃げましょう。
あ、やべえ。あ、じゃあトーテム壊そう、トーテム。それは任せた。なんかやってる、やってる。やばいやばい。あれ、どこだっけ、トーテム。あれ、ここ行き止まりじゃん、終わった。嘘。終わった。来ないこと願う。来るな、こっちに来るな、こっちに来るな。頑張れ。よしよし。マジで行き止まりなんだけど、やばい。信用が近づいてきてる。え、どこにいるの、どこにいるの。今なんか2階にいるんだけど、行き止まりだった。お、やった。やった。私はトーテム壊したから怖いから隠れる、行きだるまで。よし、大丈夫だ。よし、出た。よっしゃ。やばい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 。よし、発電していこう。やばい、でももう先生リーチですね。うん。やばい。あ、よかった。見つかってない。あー、小屋の近くうろうろしてる。うん、探してるんだ。あ、やられてる。なんかやられてる。なんかやられてる。あれ、今誰が野良の人かな。フェイスなんだっけ、この名前、キャラクターなんだっけ。エース、あ、エースが追われてるのか。エースだ。そして、あー、こっちに来る。やばい、やばい。死れ、死ぬんだ、死ぬんだ。何の音？板がない。あ、俺の工具箱が。やばい、やばい、やばい。あの、お祭り仕様だから。はあ、ボタン間違える。逃れた、逃れた。おっとっとっと。よしよし。あー、違ったね。よし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 。エースが、エースが頑張ってくれてたね。エースがいいぞいいぞ。エース、また来る。あやー、来てる。ファイヤー、やめてくれ。あ、登っちゃった。よし、来るぞ。上に登ってこない。あ、いたね。マスミン元気？バレてる、バレてる。あ、私バレてます。元気、元気マスミン。元気ではない。あ、やられてる。ナイス。すごいよ、やっぱセンスあるよ。やった。今頑張ってセルフで直しております。シェルフ？シェルフ。シェルフケア。シェルフケア。発音いい、めっちゃ発音いい。シェルフケア、シェルフケア。シェルフケア。え？あ、エリビア出血で死ぬぞ。あ、あ、頑張ります。血を止めます。お直したい。やばい、来てる。逃げろ。え？え？ほら、来いよ。あ、やってる、やってる、やってる。やばい、やってる。やばい、くるくるくる。マスミン頑張れ。やばいやばい、ちょっと煽りすぎたかも。やばい、来てる。オッケー。あ、嘘、ナイス。嘘、ナイスすぎる。いやー、ノーワン。うわ、ノー。何？ノーワン、ノーワン、ワンパンです今。マジですか？やばいですよ。マスミンナイスすぎるんだが。君センスいいね。やった、君上手くなるよ。いやでも本当もうあの人がなんかちょっと、あ、待って、めっちゃめちゃ見て
めっちゃあってめっちゃあっちゃあっボルタイボルタイ出口どこだろうボルタイボルタイナイスマジでナイス出口を探せ出口を探すんだ端っこ歩いてたら見つかるかなまあまあそれで見つかるは見つかるねノーワンあるからただキラーには出口見えてるああなるほどノーワンどこなんだろうあー開けてるマスミ分かりそう出口出口分かりそう一応待ってるけどよっしゃこっちも開いたよっしゃ出ちゃい出ちゃいあじゃあみんな出れるもしかして出れる出れる出れる、うん、出ましょう出ましょうわまたまたやってんなバレましたまたやってんなおめえバレちゃいましたすいません時間泥棒もしかして雪泥棒です動いてるあ時間泥棒ですすいません超楽しそうだなもうでももうもう出るよほら、みんな、みんな、雪だるま、そっちが来てないかも。時計回りで回っております。はい、いつもよく回って、あー、来た来たよいやー最後バレましたやったいや、脱出成功です。あ、よかった、今日の目標、全員一応脱出できた。やったー、うん、やったーめちゃくちゃ、ちょっとマスミンがナイスチェイスすぎるんだがやったー、うん、頑張りましたえ、うまいよね3回目でうまいよねうんよかったレベル5になったおおちょっとびっくりやるなさすがやったうんでもなんかさっきの試合でちょっと私心折れかけたけどさっきのキラーがめちゃくちゃうまいっていうだけそうそうそうあの人はねちょっと特殊よ、うん、うまかったすごいうまかったんだなって思いました、うんうん、で今は多分我々と同じぐらいの人と当たったんじゃないか、うん、そうなのかな、うん、でもう一回行くじゃあもう一回行きますかラスト行きますじゃあ、うん、ラストにしますはいはいはいそうしましょうじゃあチェック入れてもろって、うん、よしよしふふ自信を取り戻したマスミン取り戻したマスミンやられなかったのだからねたまに超うまい人に当たる時があるからその時はもう潔く諦める諦める諦める諦めも肝心なんて言葉がありますしね、うん、そうだねうんと超うまい人はどうにもならないからうん本当にうまいキラーはもうガチガチのパーティーで行かないと無理ですよねうん、みんな分かってる人が4人のパーティーで行かないとそうそう我々みたいなエンジョイ勢だときついどうもエンジョイ勢でーすエンジョイ勢でーすイエーイそう私とかやり込んでるタイプではないからねうんそうみんなでエンジョイしちゃってますエンジョイしちゃってますエンジョイが一番楽しいですよいやほんとそう、うんもう負けても楽しいっていうね遊び方が一番最高だから、うん、確かにそうだからカスタムでバカみたいなことやってたのあれは勝負とかただ経験値もらえないからねあれだと経験フラッドポイントそうそうただただ楽しいだけっていう、うん、そう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 もうそれもねいいですよねでも時々やりたいねあれはねやりたいやりたいですねなんかもう少し人数増えたらもうちょっと楽しそうなんですけどねそう確かに確かにフルでできるようにうんうん
5人でカスタム会とかできればいいんだけどね。ああ、マリアンヌ、うん、ゲームやるかな、マリアンヌ。いや、でもゲーム自体はやってるけど、うん、これやってくれるかな。そう、こういうオンラインゲームをやってるイメージ全くないんだよね。オンラインはないかもな、うん、結構一人でやるゲームばっかりな気がする。確かに、なんかこう癒し系のゲームとかやってるイメージ。なんか最近また集まり、あ、でもスプラトゥーンとか一時期ずっとやってたし。あ、そうなんだ。そう、へえ。スプラトゥーンやってたからオンラインゲームもったもんね、あれもね、うん、そうだね。あれとかでも最近また集まりにハマってるらしくて。へえ。あ、確かにコメントではコメントでもヌは集まりしてるねって。なんで知ってる。すごい詳しい。誘われた、集まりやろうって。あ、本当。でも私なんかアップデが入って。エリピョやってる？あのね、去年一時期すっごいやってた。やってた、うん、なんか大型アップデ来たじゃん最近、うんうん、来たのよ。来たね。来たのよ。なんかさ、最後の大型アップデみたいなのが来て、はいはい、それでなんかいろいろできるって言って、あ、じゃあ大型って来たしやろうと思ったら、私トタケケまだ呼んでなくて何にもできなくて。あ、そうなんだ。トタケケ呼んだわ。トタケケってそんな重要な人物だったんだ。なんかトタケケを呼ぶといろんなことできるようになるよっていう、できることが増えるよみたいな。そう、なんかこうしずえっていう、しずえっていう言い方しずえさん、しずえさんでしょ。しずえさんっていうあの女性の方に話しかけて、なんか村の評価を聞いて、その評価が一定数超えるとトタケケが来るみたいな感じなんだけど、うん、私評価が一定数超えてたのに、うん、しずえさんにあの話しかけてなくてトタケケが来てなかったっていうだけだった。そうだったんだ。かわいそうにしずえさん。はぶられてる。でも話しかけてなかった。私ちゃんとあの発売日からやってるのに。すごい。そう、発売日からやってる。しずえという女には話しかけた方がいいんだ、うん、そう、話しかけて定期的に評価を聞いてみたいなのなるほど、いいらしい。そっか、勉強になるわ。でも私も違う楽しみ方であつ森やってたから、うん、なんかあんまり参考にしない方がいいと思う。でも大型アップデとか、うん、なんか会ったことは知ってるけど内容とか全然知らなかったから。あ、結構なんだっけな、うん、そう、なんかハニワとか、ハニワなんだっけな、ハニワが取れるようになったりとか、料理のレパートリーが増えたりとか、おお、なんか本当にいろいろ増えてた。へえ。先生も集まりやってないんですか？ああ、最初の頃にちょっとやったぐらいかな。あのバイオレンスが足りなくてちょっと離れてしまった。刺激を求めすぎなんですよ。あのあれはマインクラフトみたいなやつはずっとやるんだけどね。 あれは適度にほらバイオレンスあるし、破壊行為できますもんね。うん、マイクラも興味あるんですけど、うん、絶対飽きるの目に見えてるんですよ、ね。ああ。でも家を建てたりとか嫌いなの？いや、細かい作業苦手なんですよ。ああ、大雑把な女なのか。なるほど。ですよ。派手な方が好きなの。派手な方が好き。へえ。うん。あ、じゃあ意外と優等生的な雰囲気なのに。バイオレンスを隠し持ってんのね。いやいや、でもやっぱバイオレンスは求めますよね。バイオレンスなゲームって何ですか？いやでもこれとかバイオレンスなゲームじゃん。あ、そうそう、それこそね、バイオレンス極めてるね、確かにこのゲームは。あ、なんかめっちゃパリピっぽい。あ、うん、なんか変わった、赤いメガネのハゲだ。来ました。すぐ居場所バレそう。目立ちそう。
目立ちそう、なんかターゲットになってくれるかもしれない。確かに。よろしくお願いします。私も服買おうと思ったらなんかすごい蛍光な服ばっかりで、目立つわ。着なかった。狙ってくださいってね言ってるようなものだね。そう、でこのゲームはおしゃれは死を意味するからね。いやちょっとあのさすが得意な人しか、うん、先生のワードセンスめちゃくちゃ面白いですよね。えさっきからすごいパワーワードがいっぱい出ております。おしゃれは死ですって、うん、ちょっと心に刻んでおきますわ。だって白い服とか着るともうあっという間に見つかるじゃん。本当に本当嫌いやっててわかるけど本当ありがたい明るい服の人。ね、シェリルなんかすぐ見つかるよねあれ。すぐ見つかる、もう髪色とかでもすぐ見つかる。ああ髪色もあるのか、うん、あ何が来るかな、何が来るかな、来るかな。でも私最近ポケモンはやってるよ。あ、新しい。結局始めたの？うん、始めた。ダイパーリメイク。出た。やってます。どっちやってるの？なんだ。あ、青い方、ダイヤモンド。ああ。ここ初めてなんだけど。あ、また？初めて、初めてが多い人生だね。わあ、生きてて楽しい。あ、やべ。うわ、うわ、最悪なんだけど。最悪なんだけど、見つかったんだけど。頑張って。最悪なんだけど。最悪。うわ、え、嘘でしょ。嘘でしょ。え、やば。やば。やばすぎ。やばすぎ。嘘でしょ。やばい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 。やばい。やばい。瞬間移動する女の人です。あ、それは使ってる人はうまいうまいうまいに決まってる、うまいに極端、極端にうまい人か。ねえやだ、練習中であることを祈ろう。みんな発電機、発電機回して、回してる回してる。よっしゃ、ナイスナイスナイス、生き残りたい。そう、あ、怒ってる雪だるまの顔が怖いよ。これ最後だからね。そう、最後だよ、最後だよ、勝ちたい。もう誰を犠牲にしてでも生きて帰りたいわ。ちょっとあれ、ちょっと心が心がトゲトゲしている人がいるよ。今のこの雪だるまの顔、私の顔、今表情、あ、なんか中身がすごい見える。なんだこれ、雪だる、また雪だるま入ってるの？入ってない、入ってない。ごめんごめん、嘘、入ってる入ってる。ただなんだよ。まあでもね、全然エリピョンが楽しいならね。ごめん、それでいいんだ。あー優しい、楽しんでた。でもまだチェイスしてくれてる。ちょっと今のうちに遊んでる場合じゃないわ。あ、こ閉じられてるんだけど、なんかここすごい難しくない？ちょっとね、家の中だから結構、うん、こんなとこにもあった。あら、うわ、ドワイト、え、ドワイトやっぱ狙われたじゃん。ドワイトやっぱ狙われたじゃん、ほら言ったじゃん、おしゃれは死。おしゃれは死なの。あ、いいよいいよ、いいと思うよ、いいと思うよ。あ、待って待って、ね、これナースじゃなくてリンちゃんじゃん。うん、救急セットみたいな拾った。いやー、嘘でしょ。離れるわ、私離れるわ。いや、やめてください。離れます。いや、やめてくださいよ、お願いします、許してくださいよ、許して、許してよ、許して、あれ、助け、
じゃないけど。ごめん、助けたみたいな感じだったから、まるで自分の自分が助けたみたいに言っちゃった。あれ、あ、私怪我してない、私怪我してないわ。あ、やってるやってる。あ、マジで。あ、いいよいいよいいよ、頑張れ頑張る。あ、もう3台もついてるんですね、すごい。早い。わあ。わあ。助けてー。やってるやってるやってる。マスミの居場所を教えるから。許してくれ。やばいやばい。許してくれ。マスミの居場所を教える。すぐ教えようとする。呼んでもいい。いやいや、やめてください。あ、許してくれた。やめてください。許してくれた。あ、許してくれた、許してくれた。許さなくていいのに。あ、来た、また来た。治ってる。今回キラー見てないんだろうな。嘘。そう、まだ出会ってないのよ。マスミの居場所を教えるから。怖いな。どこだ、発電機。上か。治ってる。どこだ。ないね。すごい、めっちゃ近い。わあ。どこにいるんだろう今。怖いよ。あー、ごめん。何？すいません。すいません。すいません。すいません、今チェイスしてる人いたらすいません。本当にすいません。あれの音量を発動させちゃったんだね。霊障かな今の。うん、霊障の地かな。霊障の地でした。うん、あのトーテムにあの偽物が混ざってて、破壊するとワンパンになるの。ハズレを引きました今。じゃあ今ワンパン？ワンパンです。ワンパン。今右側にドクロマーク出てるでしょ。それがワンパンのマーク。出てるんだな。出てるね。すごいし、どこどこいてる。あと一台。あと一台。わあ、来てる。よっしゃ、霊障なくなったぞ。嬉しいおするさ、おめでとう。後ろ。ドワイトが後ろからそろそろやってきて、すごいびっくりした。やばい、いいよ、大丈夫だよ、もう着くよ、着くよ。よしよしよし、みんなで出よう、みんなで出よう、みんなで出ようね、みんなで出ようね。よし、私は許してください。パートナーに俺だけもしや俺だけ許してください。やられているのか、もしや。あ、行った、やばい、バレた。まさか、まさかマスミンが、あ、え、バレた？え、多分来てるよ。いる？来てる？嘘。奥側にいた。嘘。なんか追いかけられた。あー、来てる。来てる。来てる。ドクドクする。ドクドクする。どこ出口？あああああ。え、どこがいた？だだ。みんなどう、あ、いたいたいた。今出口到着しました。わ、またやってる、あの子。あ、ちょっと、なんでバレるんですか。なんですぐバレるんですか、そんなに。え、そこにあるから。あ、なんだ、ドワイト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 、どうします。エルピョン、その雪の子で助けに行かなきゃ。ちょっと待って。もう遅すぎるから出ました。え、どう、釣られた、釣られた、助けに来たいけどな。ねえ、どうだろう。行けるかな。とりあえずこっちのね、扉ももう開いてるの。あ、そうなんだ、うん、じゃあ行けるかも、うん、開けた、ナイス。え、ほんと、そうだからね、ナイスすぎる。
あ、いかん。助けに行きたいけど待ってたりするかな、もしかして。うん、待ってるね。待ってるんだ。バレてるかな、うん、これ。これボルタあるから。え？あ、ワッパです。あ、ノーワン？うん。え？ノーワンもついてたか。ノーワンだったの？うん。ちょっと。マス、マスミ出て、マスミ。マスミ出て。マスミ助けて。マスミ出ちゃえ出ちゃえ。マスミ。出ちゃえ出ちゃえ。あー、お寿司が逃げた。いいんだ。お寿司が逃げた。いいんだ。今日はお寿司を、あ、ナイス。お寿司を逃がすために今日はやってるんだ。ただなんかもう一人が、これどうなんだ。あ、先生助かりましたね。どうだろう。じゃあワンチャンかけてみよう。ワンチャンかけてみよう。あ、助けに来てる。無理だよね。あーでもダメだ。これは先にトーテム探すべきだったかな。ほんとそれ、うん、ほんとそれ。ノーワンあったの。そう、ノーワン先にトーテム壊さないとこういうことになるのよ。ダメだね。そりゃそうよ。これはダメだ。そりゃそうよ。そりゃそうよ。え、嘘でしょ。え、ちょっと、あなた嘘。男気がすごい。男気がすごいよ。あ、もう逃げろ逃げろ逃げろ出ろ出ろ。私は逃げるぞ。私は逃げる。いい、私は逃げる。いけ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 。へえ、逃げたい逃げたい。いけいけ逃げきれ逃げきれ。頑張れ。ごめんなさい。そう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 。助けられなかった。ちょっとあのドワイトが、え、今最後助けてくれたのって先生、え、先生だったの。逃げちゃった。ありがとうございます。先に行けっていうあの映画でやるやつだな。先生の屍を超えて行け、うん、やつだった。ありがとうございます。わー、先生かっこいい。おお、かっこいいで、ね、今コメントが先生先生。いやー、じゃあここ だ, だってあれで本当に逃げてたら俺炎上するよ。いや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 、今日本当に最後の優しさを今無駄にしなくてよかった。出れました。 ありがとうございます。あー強っ。あー、神プレイでした今のはね。でもあれだわ、これはこれは要は2勝2敗で、そうですな、まあ引き分けだね要は。そうですね、うん、でもちょっと学ぶことが多いですね、うん、とても壊して、私もね、うん、助けに行くとか。ああ、面白い。先生のこと忘れないようだって。いやー本当に、いやー熱かった。でも最後最後盛り上がったね。あ、盛り上がりましたね。あー、よかった。今日楽しかった。よかった、楽しかった。じゃあ今日はこれでおしまいですね。うん、はい、本当だよ。今までの仲間を売るのは振りだったのねって。本当あんなにあんなにね、見せるような発言させといて。いや、でもこうほら売る発言をしててさ、最後に本当に売ったら、しかも公式マッチで絶対炎上するでしょ。しないしない。大丈夫です。じゃあ次は私が助けますね。うん、お願い。やるときは。かっこいい。あー、楽しかった。でも本当なんかマスミももうセンスありそうな感じだし、
か何回もやってまた強くなってまた会いたい。そうね、うん、でも誘ってくれなきゃやらないかも。あやらないかも。じゃあなんか一人でやる、なんかみんなでやる楽しさを知っちゃったから。わかるわかるわかる。一人でできないかも。そうだよね、ソロであれだよね、マッチング待ってる時のね、そうです、そう、やっぱりね、3人でわーわー言いながらマッチング待ってるとさ、そんなに苦でもないじゃない、うん、ないです、ないです、それはわかる、わかる。じゃあ定期的に、うん、あ、定期的にというか気分が良かったら、じゃあマスミンがやりたそうだったら分かった、誘うね待ってる、うん、ありがとう。はい、あ、この3人での配信楽しみにしてます。 ありがとうございます。よし、じゃあ本当にありがとうございました。お二人ありがとうございました。めっちゃ、いや、こちらこそめっちゃスペシャルな回になりました。ありがとうございます、うん、え、じゃあまたデドバしようって一緒に言ってもらっていいですか、最後え、そんな感じなのえ、そう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 、やっぱさ、やっぱね、そう、登録者数2000人突破したんですよ、今日見てみたら。おめでとう、ありがとうございます。そう、ありがとうございます。お二人のおかげで、おかげもあり、いやいやいやなりましたそうなんです。だって我々が来た時にはもうなってたじゃん、うん、そう、でも本当なんか3人でやりますって宣伝してから増えたから、お二人もおかげもあり、そう、今日たくさん、テレビ用のチャンネル登録よろしくお願いします。優しい、ありがとうじゃあマスミンの人見てる人してない人いるかもだから、そう、いるかもだから、マスミンのツイッターもじゃあフォローぜひよろしくお願いしますじゃあエルピオのツイッターもよろしくお願いします。何この優しさの返し、優しさ返し、ありがとうあ、高評価も大事すごい YouTuber みたいチャンネル登録高評価よろしくお願いしますはい、じゃあまたお願いします。お願いします。はーはーい、あ、じゃあブロードキャスト終了します、しまーす、はーい、バイバーイ、またねー、ありがとうございました。